こんにちは。今日は昨日夫婦喧嘩をしましたので、それについて話していこうと思います。はい、昨日ですね、まあ奥さんと喧嘩をしたわけでございます。で、結構わーって言われてですね、ちょっと腹が立ったので私の方が家を出ましてですね、そっから会話をしていないわけでございます。で、まあ喧嘩になった理由っていうのはもう本当に些細なことというか、まあ、小さいことだったんですけども、まあ日頃いろいろとまあやっているつもりだったのですが、まだまだ未熟だなということで反省をしております。まあ子供がいる前で喧嘩をするっていうのはあまり良くないという話でございますんでね、まあそういう意味でも子供にも悪かったなというふうには思ってはおります。はい。で、まあそこでちょっと思い出したことがありまして、まあ私もちょっと知っているつもりだったんですけど、まあできてないっていうことがあって、それがまあ愛情の表現の仕方っていうのに、人にはいくつかの種類があるっていう話なんですよね。で、それができてなかったので、まあ今回の喧嘩のまあ原因の大部分はそこの部分じゃないのかなと思います。はい。じゃあ具体的にどういうような種類があるかっていうと、言葉ですね、愛してるよとか嬉しいよとか感謝してるよとかありがとうとか、そういうことを言われると喜ぶタイプで、あとは一緒に時間を共有したいタイプですね。時間タイプっていうらしいんですけど、まあとにかく一緒にいたいって、一緒の空間、一緒の時間を過ごすことで愛情を感じるタイプですね。で、あとはプレゼントですね。例えばまあ何かにつけ、例えば指輪を買うとかですね、アクセサリーを買うとか、まあ花買うとかですね。で、そういうプレゼントで、まあ愛情を表現するタイプ。あとはスキンシップですね。スキンシップタイプ、まあ私が違うのでわからないかったんですけど、よくよく考えてみると、まあその愛情って言っても、その男女っていうだけじゃなくて同性でもよくあると思うんですけど、やたら肩を組んでくる人だとか、距離感がすごい近い人いますよね。すぐ握手してくる人とかですね、ああいう感じで、まあ触れ合うことっていうんですかね、接触することでまあ愛情を表現するタイプですね。はい。あとは奉仕タイプ、どういうふうな、なんて言ったらいいんですかね、この人のために何かをしてあげたいですね。なんかまあグループの中で、じゃあ僕やっとこうかとかって言ってくれる人いますよね、何でも。はい。ああいう奉仕をすることで愛情を表現する。で、もしくは奉仕されることで愛情を、感じるタイプっていう、まあ、こういう種類があるようです。で、まあ、これについてはもう、だいぶ前、もう、10年近く前から知っていたようなんですね。それで、まあ
相手の、まあ、例えばうちでしたら奥さんのタイプは何かっていうと、あ、もちろんその5つの種類があっても、それぞれ、じゃあそのプレゼントタイプの人は言葉で感謝されて嬉しくないかっていうと、そういうわけじゃないんですけど、どうされると一番嬉しいかっていう、まあ、ある、ざっくりしたタイプがあるっていうことなんですけど、で、奥さんは、まあ、はっきり言って、まあ、言葉タイプで、で、私がプレゼントタイプっていうことなんですよね。で、こういうのって、もう本当に、自分のタイプのやつは、無意識でできるんですよね。でも自分のタイプじゃないものっていうのは無意識でできないんですよね。なので、奥さんが言葉で、まあそういう感謝とか、まあ愛情表現とかっていうのが、まあすごく欲しているのにもかかわらず、私がそういうのを全然言わないっていうことがやっぱり一つの大きな原因で、それが日々積もっていくっていうところで、まあ喧嘩になるっていうことなんですね。私も、まあ、プレゼントタイプなんですけども、奥さんはそういうタイプじゃないので、はい、そういう意味でもまたストレスがじわじわ溜まってくるのかなと思いますし、一番厄介なのが、私がまあプレゼントタイプで、まあ今お金がそんなにあるわけじゃない状態なのでですね、これからまあ少しずつ良くなっていこうっていうことなんですけど、そういう中で、まあその立派なものは買えないですけど、例えばそのまあ花買ってきたりとか、まあそういうなんて言ったらいいですかね、お菓子とかね、ケーキとかっていうのをまあ買って帰ったりすると、逆に奥さんからすると無駄遣いしてるとかですね、お金もないくせにって思ってしまうようなんですよね。で、結局それで、まあこちらとしてはまあ良かれと思ってそういうプチ的なプレゼントだったのにと思うんだけど、奥さんにしては無駄遣いしやがってっていうふうに思うみたいです。で、また私はまあそういうことで、まあ感謝とか、愛情を表現してるつもりなんですけど、奥さんの方にしては無駄遣いはするけど全然感謝の言葉がないじゃないかっていうことみたいなんですね。で、まあこれ知ってても結局のところですね、まあ、発動しないんですけど、まあ先生によると日々日々努力して、まあ自分の愛情のタイプはこういうタイプだっていうのは伝える、これは伝えてはいるんです。で、お互いを知っているわけなんですけど、それをまたそのコツコツと日々ですね、練習して、ちょっと不慣れでもありがとうとか、あ、掃除してくれてありがとうとか、ご飯作ってくれて美味しかったよとか、そういう話をしていく練習っていうのが必要になってくるみたいですね。はい。なので、今回まあ喧嘩をしているわけですし、まだどちらも謝っていない状況ではありますので、まあ、いつまで続くのか分かりませんけども、まあ、その相手の愛情タイプについて少し自分の方もまあ努力して、表現、相手が嬉しいと思える表現方法で伝えることで、喧嘩も回数もちょっと減ってくるんではないかなというふうに思います。はい。で、まあ、これ「リンゴかもしれない」っていう本なんですけど、まあ、これもなかなか面白い本ですので、よければお子さんのために読んでいただいたらいいのかなというふうに思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。失礼いたします。